はい、それでは改めまして、トークショー、折り紙アーキテクトに聞く神業の神髄を始めてまいります。ギャラリーエイクワットの、学芸員の徳平が進行を務めます。よろしくお願いいたします。はい、今回はオンライン上ですが、東京のギャラリーエイクワットと新潟を結びまして、折り紙建築家のお二人を招き、なんか持ち物系で、その神業について神髄を探っていくというトークショーです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは、トークを始める前に、現在は、ギャラリーエイクワットは日時指定の予約制でオープンしておりますが、折り紙アーキテクチャー展の展覧会の様子を動画で見ていただきたいと思います。エイクワットの展覧会は、まずはじめに折り紙建築を始めた茶谷正弘さんの資料と、その代表作の紹介から始まっております。折り紙建築の歩みとして、茶谷さんからその後継者の今回の木原さんや五十嵐さんに至る作品を紹介しております。こちら今回の講師の一人である五十嵐さんの、国立代々木競技場一番大きな作品です。会場では折り紙建築の技術も紹介しています。メインとなる近現代建築80点の折り紙建築はこのようにほぼ地域別に並んでいます。ご覧のように作品一つ一つには建築に関する説明と折り紙建築家の方による折り紙的な観点からポイントをまとめた神業というコメントもついております。このように約80点にわたる実際の近現代建築を再現した折り紙建築を展示しています。日本の近現代建築も多く紹介されています。180度開きの作品もこのようにして展示しております。また会場には世界のモダンムーブメントを俯瞰する約10メートルにわたる年表が設置されています。建築への興味関心をこちらで深めるといった目的で、折り紙建築と一緒にこちらの年表もご覧いただけます。また会場では作家の方によるメイキング動画と実際に触って楽しんでいただけるハンズオンの体験コーナーもご用意しています。はい、まず最初に展覧会の様子をご覧いただきました。はい、それではここからは聞き手として東京大学生産技術研究所准教授の林健吾さんにも入っていただきたいと思います。それでは林さん、自己紹介をお願いいたします。
徳平さん、ありがとうございます。皆さんどうもこんにちは。東京大学生産技術研究所の、林健吾と申します。ここからは主な、司会進行役を務めます。どうぞ皆さんよろしくお願いします。私自身は主に、東南アジアの、近現代の建築の歴史を、研究しているんですけども、そういうこともありまして、今回折り紙建築家の方々と一緒に今回の展覧会に関わらせていただきました。少し折り紙建築家のお二人をご紹介する前に、前置きがちょっと長くなってしまうんですけども、この展覧会の背景について少しご説明させてください。この展覧会は、ドコモモジャパンという組織と、折り紙建築家の皆さんとのコラボレーションで、成立しています。なぜこんなふうなコラボレーションが生まれたかといいますと、ドコモモの国際会議が、昨年東京で開かれる予定でした。ドコモモというと聞き慣れない方もいらっしゃると思うんですけども、世界の近現代の建築、もう少し詳しく言いますと、20世紀の初めに、新しい、建築の運動というのが、起こるんですけども、そういう近代建築運動の影響を受けた、建物の数々を、記録をしたり、あるいは保全をしたりということを、進めていこうという、そういう、国際的な、機関になります。世界各地にそれぞれの国の、ドコモモというのはそのモダンムーブメントというふうに、その近代建築運動のことを言うんですけども、なので通称モモというふうに皆さん呼んでますが、そういうモモの各国にあるモモの建築を残そうというそういう機関が、それぞれの国にあるんですね。で、日本にもそれがありまして、それが、ドコモモジャパンという組織になります。で、実はその昨年ドコモモジャパンが国際会議をドコモモの国際会議を東京でやる予定でした。それに合わせて、日本の一般の人々にモモのことをもっとよく知ってもらおうということで、折り紙建築家の方々と一緒にこの展覧会の企画を始めました。ただまさに今もそうですが、コロナが発生いたしまして、国際会議そのものが1年間、延期になってしまいました。で、この展覧会自体も少し、立ち消えになりそうになったんですけども、実際の展覧会ができない代わりにですね、Facebook 上で、毎週それぞれ1作品折り紙建築と、その折り紙建築を、折り紙建築の元になった建物の解説を、Facebook で毎週1つずつ、紹介するというそういう活動を、始めました。で、そういうふうにしてもおよそ1年ぐらい毎週1作品紹介してきたんですけども、やはりリアルな場所でも展示をしたいということで、ギャラリーエクアトさんにご協力いただいて、今回の展覧会が開かれることになりました。で、ちょうど緊急事態宣言が出て展覧会が一時休館になったりもしたんですけども、今は予約制で入ることができますので、まだご覧になっていない方はぜひお越しください。で、そういうことで本日のトークイベントをするということになったんですが、もう一つなんでじゃあ、そのドコモモが折り紙建築家の人たちと一緒にこう協力するのかっていうところなんですけども、今日の話にも絡んでくるんですけど、やはり折り紙建築というのは非常にこう魅力的、その折り紙建築だけでもこう魅力的なんですね。で、僕たちそのドコモモの活動をやっている方々はみんな いろんな人に建物に興味持ってほしい持ってほしいって言うんですけども、なかなか建物に興味持ってくれる人っていうのは本当に建物好きか専門家ぐらいしかいないんですね。なので、もう少し違う間口を広げて、違うルートで、建物に興味を持ってもらう人を、増やしたいということで、それで、折り紙建築家の方々に、そういう作品を作ってもらって、折り紙から実際の建物に興味を持ってもらうみたいなことを、考えて、こういう会を開くことになりました。ということで、ちょっと少し長くなりましたけども、今回のトークイベントの背景としてはそういうことになります。で、ここからは私から、折り紙建築家の木原さんと、五十嵐さんのお二人に、向けて、いろいろと質問をしながら読書を進めていきたいと思っております。それでは、木原さん、五十嵐さん、いよいよご登場をお願いいたします。
マイクを、あ、マイクじゃない、ビデオをオンにしていただいて、それでは早速ですけども、まず木原さんの方から自己紹介を兼ねて、なぜご自身が折り紙建築家になられたかということも含めてご紹介いただければと思います。木原さん、よろしくお願いします。はい。皆さん、こんにちは。折り紙建築作家の木原隆明です。普段は建築士事務所を主催しております。折り紙建築との出会いなんですけれども、1983年に、出版されました茶谷正弘著折り紙建築という本との出会いが最初です。で、その本は作品が写真で紹介されていると同時に、厚紙に印刷された型図もついていましたので、自分で作れるというのが魅力でしたので、早速買い求めて数個を作ってみました。まあ、面白いなとその時思ったんですけれども、当時は非常に忙しくて、これにはまったら大変だなということでですね、老後の楽しみにとっておこうということで、非常に興味がございましたので、また数年後にまた続編が出まして、次から次へと本が出版されたんですが、それはすべて買い求めて、老後の楽しみのために本をコレクションしていたというところにですね、1991年に、ちょうど日本建築学会がですね、子ども向けに建築講座をやり始めたんですね。で、1991年、当時はもう私、東京、横浜の方から U ターンして新潟の方におりましたけれども、その講座の中にですね、茶谷正弘先生から直々にですね、折り紙建築を教えてもらう。出るという講座が上野の国立科学博物館を会場にしてあったもんですからね、これは参加しなきゃダメだなということで、子供を出しにしましてね、子供2人いるんですけれども、家内と一緒に一家4人でですね、申し込みまして、その講座に出席させてもらいました。で、本を読んでいる間に少しちょっとわからないなというところもですね、その茶谷さんから直々に教えていただいたところですね、すごくこう腑に落ちたというか、なるほど、そういうことなのかというふうに思いましてですね、ますますその折り紙建築の面白さというものが分かってきました。それで、ちょっと子どものですね、能力開発みたいなことにも少し協力興味がありましたもんですから、これなんとか使えるかなというような気もなんとなく予感がしましたので、ちょっと本格的にその時やってみようと思いまして、弟子入りさせていただきまして、もうその会場の講座が終わってすぐに、茶谷さんのところに駆け寄りましてですね、弟子入りを申し入れました。で、そこから老後の楽しみにとっておくはずだった折り紙建築作りが、日課になりまして、あとちょうど折り紙茶谷さんの展覧会を開きたいというようなお話がございましたので、新潟で展覧会を開いたりですね、そこから茶谷さんのお手伝いをしながら、日々折り紙建築の技術を研鑽していったというのが、きっかけと、ここに至る経過のご紹介です。木原さん、ありがとうございます。あれですね、早い老後が来てしまったということなんですね。新潟に、そういえば皆さんに伝えてなかったなと思うんですけど、木原さんも五十嵐さんも新潟にいらっしゃって、新潟を拠点に活動してるんですけども、なので今日も新潟からなんですが、実は僕らまだ直接お会いしてないんですね。徳平さんもお会いしなくて、こんなキュレーターとか開催者がこう全く顔を合わせずに展覧会をしているというのが、すごく、コロナのおかげというか、すごい時代が来たもんだなという気がしています。それでは五十嵐さんの方から続いてご紹介よろしくお願いいたします。
井上さん、ミュートが。聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。はじめまして、私、井原氏明弘と申します。折り紙建築家ということで、皆さんに作品を見ていただく機会を得まして、非常に、光栄に思っております。私が折り紙建築を始めた最初がですね、実は平成9年頃でしょうか。私、普段って言い方は変ですが、設計を、衣装設計をやっておりまして、その時、ある建物を、小学校なんですけども、校舎を設計しまして、その時の校長先生から、実はその校舎の折り紙建築をいただいた方なんですね。で、いただいて、こういう楽しみがあるんだな、そこで折り紙建築の存在を知りまして、そこで折り紙建築をもらうことの嬉しさというものを体験しておりました。それまで独身でございまして、しばらく時間が経ちまして、子どもが小学校4年生ぐらいでしょうか、全国的に同じようなことだと思いますが、夏休みの宿題を何にしようかというところで、私がその時のことを思い出しまして、じゃあ折り紙建築を作ってみようかというところで、最初は、本屋さんで本買ってきてみたりしてたんですが、なんとなくインターネットで調べてみますと、地元で折り紙建築のワークショップが夏休み向けにやってるというのを知りまして、それが先ほどの木原さんのワークショップだったんですが、そこに、私も同じく家族全員で、夏休みの宿題をなんとかそこで終わらせようというふうな、親の方が一生懸命になってましたが、そこで、木原先生と初めて、お会いした次第でございます。で、子どもは宿題出してしまえば平気なもんでして、それでおしまいなんですが、私は、ずっと宿題というよりももう折り紙建築にハマっちゃいまして、私の方がずっと宿題をやってるような状態かもしれませんが、もう10年以上になりますけども、木原先生から指導を受けながら作品作りをしているというような状況でございます。こんな形でよろしいでしょうか。ありがとうございます。すごい長い夏休みを過ごしているということですね。そうですねまだ夏休み、はい、確かに夏休みですねいや、面白いなと思ってた。2人とも子供を出しに使って折り紙建築を作り始めたっていうのはすごく面白いエピソードだと思いましたけど、その最初の、小学校に、その竣工した建物に折り紙建築を送ってくださった、それの作者は木原さんなんですか。いや、違いましてですね、折り紙建築を始め、茶谷さんが発行された本を、たまたまその校長先生は数学算数の専門の先生だったらしいんですが、そういった観点からどうもその折り紙建築っていうのを知っておりましてですね、でそこで竣工祝いに関係者に折り紙建築を配ったと。でそこで私もいただいたというようなところで。ああ、そうなんですね。はい、意外と数学好きな方とかね、算数好きな方っていうのは折り紙建築 その理屈というか、そういうのが興味があって図学的に、楽しんでいらっしゃる方もいらっしゃるっていうことですね、うん、できてしまうってことなんですね。そうですね、うん、なので今のお話で言うと、木原さん、茶谷さんが最初、折り紙建築を始められて、そこに木原さんが弟子入りをされて、でその木原さんのワークショップに五十嵐さんが参加されて、弟子に入ったっていうことですよね。はい、そうです。木原さんが師匠で五十嵐さんが弟子という、今ここの2人にはこう眼前としたこう上下関係があるという、そういうことですよね。上下関係確かに上下関係かもしれませんまあフラット意外とね、はい、不思議な上下関係でして、通常ですと、師匠がこれを作りなさい、下っ端で私がやるんですが、それがね意外と反転することがあるんですね。私の方が CAD で清書しちゃうんで、それを PDF でメールで送って師匠が作る、うん、
弟子が図面を描いて師匠が作るっていうような、うん、時もあります。いや、いい関係ですね。それではちょっと皆さんの今日ご参加されている方々の中には、そもそも折り紙建築をもしかしたら見たことがないという方も いらっしゃるかもしれないので、少し作品を見せながら、木原さんと五十嵐さんにどの辺がポイントかというところを少しご紹介してもらいたいなというふうに思います。ちょっと私の方から画面を共有します。見えてますでしょうか。ですね、今回 の展覧会の中にも展示されているものなんですけど、神業辞典という、折り紙建築を作る上での、いろいろ実はいろんな技法がありまして、それを組み合わせて非常に多彩な折り紙建築っていうのが、できているんですけど、そういう、技っていうのが、あるんですね。で、今日はそんな細かいことは全く紹介できないんですけども、基本的なところを少しこの後の議論の中でも用語が出てくるかもしれないので、基本的な技を少しだけ確認したいなというふうに思います。で、この最初の方のこの辺りが、非常にこう、ベースとなるものだと思うんですけど、一番基本となるのはこの90度にこう開いてっていうのと、正面から建物を見るっていう形で言いますと、これが先ほど言いました Facebook で毎週作品を紹介していますが、今週紹介したスペースニードルという木原さんの作品なんですけども、木原さん、これは、どういうところにポイントがあるか少しご説明いただけますか。そうですね、この建物の最大の特徴は、UFO みたいなね、空飛ぶ円盤をイメージしてデザインされてるっていうので、そこを一番強調するべきだなと思いまして、所詮折り紙建築は建築模型ではございませんので、デフォルメして作るんですね。で、その時に、あまり闇にならないようなデフォルメしなきゃいけないという、そこが非常に難しいところなんですが、これもしも忠実にこのプロポーション通りに作ったとするとですね、なんかこの幅に対して高さが非常に高いもんですから、こう見応えが しなくなるって言いましょうかね、ボリューム感がなくなりますので、まずじゃあこの建物の一番肝は 何かってことですね。で、この円盤型空飛ぶ、UFO だなってことで、そこを強調して作ったというのが、ポイントでしょうかね。ここの部分を強調して、そうですね、今 そのデフォルメの話でいうと、僕も好きな作品で、木原さんの作品で、これはいいですよね。これも、ある種のデフォルメということですよね。はい、究極のデフォルメと言えるんではないでしょうか。じゃあ東京タワー、アイコンという言い方ありますよね。なんかこうシンボリックに、なんかこう絵を表現して、あれだとこう分からせる。じゃあ東京タワーをディテールを削いで削いで削いでいったら、フォルムとして何が残るかということですよね。高い塔ということと、足を踏ん張ってるということと、展望台が途中にあると。それだけを強調して作ったというような感じですよね。で、これは塔博士と言われた内藤多仲先生の、デザインなんですが、実はこれに似たのが、札幌のテレビ塔もこれに似てますし、名古屋のテレビ塔もこれに似てるわけですね。だから札幌テレビ塔と言っても、そうかなと思って見てもらえるかなというような作品で、その塔のエッセンスを、3つの要素を強調したらこうなったというような感じですね。ここに全部塔の名前書いちゃえばいいってことですね。どれでも使えますっていう。そうですね。で、これがあれですよね、180度、先ほどのが90度に開くっていうのに対して、全体をこうパカッと開いているのが180度で、
まあ、これ一見するとこう、僕これの折りたたみのシーンもすごくいいなと思ってるんですが、これが動画になってまして、これ皆さんどう畳まれるかイメージできますか、ね、ちょっと流します。実はこう畳まれるっていうことをこう誰が想像するだろうかっていう、いやこれ非常にいい畳み方だなと思いました。畳む時のこうなんていうんですか、こう畳み方を面白くするとかそういうことは別に考えるわけではないんですか。面白いということよりももうとにかく畳めなければいけませんのでね、その、うんうん、畳み方を考えるのが一番出典抜刀するところですよね。いやこれすごく僕はお気に入りで思わずちょっと笑ってしまったんですけど非常にいいなというふうに。一度くぼんでまた出っ張ってまたくぼむという、まあ、展望台のところがそういうことになるんですけど、これ結構難しいんですね。なかなかこう紙というのはどうしても畳み癖というかのが残りますのでね、こういうふうな、引っ込んで出っ張って引っ込むということが多ければ多いほどですね、なかなか最後の頭のところで口が閉じないということが起こるんですね。ですから、まあ、結構難しい作品ではあるんですけどね、単純だけど難しいんですよね。ありがとうございます。ちなみに180度というと、これが、これがその茶谷さんが、作られたソニービルで、これの制作自体は木原さんがやられてますけど、設計は茶谷さんがやられたもので、これなんかもなんか、畳むのかっていう、本当にこう、これだけ見てると、畳まれないように感じてしまうもんなんですけど、まあ、これも動画があるので。畳まれる、なんか潰れてしまいそうに見えるんだけど、直前に見事にこう畳まれるっていうのは、これはすごいなというふうにやっぱり思いますね。で、まあ、今のが、まあ、180度を畳むっていうので、続いて、まあ、こちらはその先ほどの紹介にもありましたが、五十嵐さんによる、国立代々木競技場なんですけど、これはものすごい大きさなんですね。五十嵐さん、これ大きさ、どれぐらいなんでしたっけ？幅がですね、A2 の用紙幅ですね。ですから、ここがですか？ここの幅がということですね。はい、そうですね、はい、作品の幅が。50何センチでしょうかね。ちょっと待ってください。594ミリですね、幅。あ、この長さが。はい。で、高さは、はい。はい、あ、すいません、どうぞ。高さはちなみに180、18センチ、18センチ、18センチですね。これは今まで史上一番でかい折り紙建築ですか？私としては、県都市で作った中では最大ですね。この、幅が A4 サイズっていうのは、これも自宅のプリンターで印刷されたんですか？これはさすがに無理なので、こっそり会社で印刷しました。なんか先日お話しするときに、五十嵐さんはその自宅でプリントするからこう、プリントの A4 幅にこう収まるっていうのを、そうですね。ですから、これ試作の段階では、縦にこう4等分ぐらいしまして、パーツパーツで、練習して、で、成立するかどうかは最初のうちはこう貼り合わせて、この大きさにして、3個ぐらいですかね、練習してから、仕上げとしては1枚の紙で作った経緯がありますね。いや、すごいディテールだなと思って、やはりすごいなと思いますけども。まあ、今回のやつで言うと、ヒルサイドテラスが、先ほどドコモモの話をしましたけども、まあ、この代々木であるとか、このヒルサイドテラスっていうのは、まあ、日本における、まあ、モダンムーブメントの建築の非常にこう、
大事な作品というか、まあ、有名な建物であるので、まあ、今回の展覧会に合わせて五十嵐さんの方に設計していただいて作っていただいたという、ものになります。ちょっと毛色の違う作品としては、これは後ろから見るっていうやつなんですよね。先ほどの、この見せ方でいうと、普通は正面のやつを、後ろから背面の方から見せるというのが、これが五十嵐さんの作られた、リオラの、アールトの作品ですね、チョークの建物です。これはどの辺のことを意識されて作られたんですか？そうですね、これはまあ、こういう見せ方というのは当然チャッター2作品でもすでにある手法でございまして、特に、まあ、初めて私がやったっていうものではないんですが、まあ、左右非対称っていうのが非常にいいなって思ったのと、アールトの作品をどうしても何か作りたいなと思っていろいろ雑誌、本とかインターネットとかいろいろ調べてる中で、こういうの一つリオラの 教会を見つけまして、このやり方でなんとかできそうだなと、まあ、ひらめいたもんですから、ちょっと作ってみたというところですね。じゃあそれは五十嵐さんがそのアールトを作りたいっていうので選んで作られたということなんですか？そうですね、今まで私アールトの作品がなかったんで、コレクションの中に入れどうしても何か入れたいなと思っていろいろ見たんですが、なかなか私の技術にかなうものがなかなかなくて、やっと見つけたっていうのが正直なところです。難しいのが多いということですか、アールト作品っていうか、折り紙建築になりづらいのばっかり でしたですね。ちなみにこれが現物のアールトなんですけど、僕これ見たときに折り紙のこっちの方がいいなと思ったんですけど、ね、はい、いやそんなことはないと言うとちょっとアールト研究者に怒られるなとは思ったんですけど、そんなことはないし正直言って奥行きとかバランスなんていうのは先ほどの話ではありませんが、もう超デフォルメもいいところだと思うんですけども、写真と見比べたらちょっとなんともあまり見比べてほしくないかなと思いますけどただイメージはおぼろげなイメージをこれを閉じた後に見ればなんとなく似てるかなっていうのは、あとまあその十字架のバランスはやはり私は宗教キリスト教ではありませんが非常に重要なんだろうと思いまして、比率は忠実に守ったつもりです。やっぱりディテールへのこだわりがすごいあるんですね。ありがとうございます。はい、続いてちょっとまた違うタイプの作品で、これはゴールデンマイルコンプレックスという、シンガポールに建っている、こういう建物なんですね。で、まあ、今回 の展覧会用にこれも作っていただいたんですけど、まあ、モモの建築っていうのは実は世界中に ありまして、日本とかヨーロッパだけではなくて、まあ、そういうことも知ってもらうっていうので、まあ、アジアから建築を選びました。でこれのまた畳み方というか作り方がまた面白いですが、こういくわけですね。五十嵐さん、技法で言うとどういう技法になるんですか？技法的にはまずこの今動画で見えてる左側の方ですね、これは代々木体育館と同じ、飛び段というディテールの作り方なんですが、これはもう茶谷作品で出てくるやり方で決して、真新しいものではありませんが、これを使って、実際の写真を見たときにこれで表現できるなと思いました。であと反対側の正面については最初は初めて、紹介してもらったものでして、初めて見る建築物だったんですが、どうも裏側の階段状のものが透けて見えてるなと思いまして、さてこれどっちが正面なんだろうっていうのをいろんな方に聞くんですが、意見が分かれまして、だいたい半々でした。こっちがいいだろうという人と階段の方がいいだろうという人と、またインターネットなんかで見ますと紹介している
写真はこちらの写真よりは階段側の階段上側の写真の方がどうも多く見られました。じゃあどっちを作ればいいのかなと思ったんですが、五分五分でしたので2つ作っちゃえと。でくっつけ背中合わせてくっつければ、この階段状のものが裏から実際も見えているわけですから、できるのかなってい こうひらめきがありまして、こんな、大掛かりな作品を作りましたというところです。ありがとうございます。これは僕は東南アジアのことをやっているので、僕が選んで五十嵐さんにお願いしたんですけども、いやこれが出たときに、いや本当にこの建物を見に行くと、まあ、両方いいんですよね。両側のファサードがとても良くて、それをまさにこう両側を表現するようにあれを作っているので、まあ、すごくこう建築に対する感性がなんかずば抜けて高いんだろうなという気がしてるんですけど、徳平さんが割とその折り紙建築家の方がどうやってこう建築を見ているかっていうのが気になっているっていう話なので、少しちょっと補足して質問していただけますか。はい、そうなんですよね。折り紙建築家の方々が先ほどからこのアールドは折りにくいとか折れるっていう確信を得たっていうところがすごく気になっていて、でそもそもその題材となる建築を見たときに、なんかこのフレーミングというか、例えば建築も写真撮るときにどの方向から撮るとか、まあどうやって収めるか、その写真の場合は長方形とかに収めるかって気にすると思うんですけれども、折り紙建築家の方はその折ろうと思って建築を見るときにどういう点を気にするのかっていうのと、もう一つ普段から折ろうと思って建築を見ているのかっていうところがまず、はい、折ってやろうと思って建築を見ているのか、その辺をちょっと、はい、五十嵐さん、木原さんお伺いできると私からでしょうかね。はい、お願いします。これは木原さんも同じなんですが、街を歩いてて建物を見てて、これは折れるなとか折れないなっていうのはよくあるあるあるですね。で私なんかは、まあ、先ほど言いましたように設計してるわけなんですが、こうなんとなく図面を見てて、これは折れるかなとか、自分の作品でもこれ折れそうもないなとか、そういうのを思うことがあるんですけど、これちょっと職業病というか趣味病というか、まあ、別に、実際の建物を折れる必要はないんですけど、折れるような形状になる必要はないんですが、ついついそんな感じで建物を見てしまうかなというふうに思ってますし、なるべく表面といいますかね、ファザードだけで作らないようにしたいなとは思ってます。平面図もちゃんと見て、断面図、立面図を見て、で設計者がどこに力が入ってるのかなっていうのも自分なりにこう見ながらやって設計しています。そんな私はそんな感じでしょうかね。これもすごい好きだって言ってましたよね。これですね、国立西洋美術館の階段の部分だけを切り取った180度のやつですね。これ私の勝手な自分なりのルールなんですけど、一つの建物を誰かが設計してたら、折り紙建築でですね、ペーパークラフトでもいいんですが、作ったものは作らないっていう自分のルールにしてるんですけども、西洋美術館は当然茶谷作品であるんですが、部分的なんだからいいかな、ちょっと自分に対して甘えもあってですね、どうしてもここの部分が作りたかったんで作っちゃったっていうのが正直なところです。でこれに建物をつけていくと、建物がスケール的にでかくなりすぎるので、当然ながら普通の通常の紙の中に収まらないんですが、ここだけで結構皆さん分かっていただけたので、これも良しかなというふうに自分なりに納得してます。いや誰もがこれを見て、まあ建築の専門の人だったら多分すぐ分かるっていうところを切り出すっていうのはすごく面白いなというふうに思いました。なんだかあれですね、単に、正面をファサードを読み取るっていうだけじゃなくて、作ってる、まあ、建築家、実物の建築の方の建築家がどこに力が入ってるか解釈するっていう操作が実はあるんですね。あとは木原さんに
お伺いしたいんですけど、畳みにくい建築って、折りたたみにくい建築っていうのはどういうことなんでしょうか。畳みにくいのは、曲面ですよね。まあ、具体例を示せば、フランク・ゲリーの作品は折りたたみにくいですよね。例えば、グッゲンハイム、ビルバオのグッゲンハイムとか、フランク・ゲリーの作品は、まあ、ロサンゼルスの音楽ホールとか、なんかいろいろありますが、まあ、平面である場所というのは、建物の中の床しかないみたいな。まあ、前の時代で言えば、アントニオ・ガウディの作品みたいにですね、平らなところは、平面は床しかないみたいな、そういう作品は確かに作りにくいですし、まあ、折りたたみにくいですよね。で、基本は私が、まあ、いい建築とか有名な建築は、やっぱり折り紙建築化したい、まあ、チャレンジしたいという気持ちを起きますけれども、まずは90度作品にしようか、180度作品にしようかということのまず選択ありますよね。そうすると、まあ、ファサードみたいなものがしっかりしているものは、まずはまあファサード。で、全体の、まあ、今、シドニーオペラハウスが私の背景にありますが、このような建物はやはり180度全体像をこう三次元的に表さないとわからないのかなというようなものは、180度でできないかということを考えますね。そして、その先ほど来からまあデフォルメという話はしてますけれども、これは師匠の茶谷さんから、まあ、習ったことなんですが、まあ、結局折り紙建築デザインするときも、建築家との、まあ、追体験をしていると。ここが見せ場だよね。ここでこの建物の形の勝負どこだよね、みたいなところが、まあ、あるんでしょうね。で、そこのところを、こう、わかるように、折り紙建築化していると、まあ、茶谷さんは、建築家からのそのサインね、サイン、折り紙建築にサインを入れてもらうことをずっとおやりになってましたけれども、その、こういうの作りましたって言ったときにですね、わかってるね、という、ニヤッとするようなね、あんたわかってるね、私、ここ強調したいというところ、あんたちゃんとわかってるね、みたいな、なんとなくそういうことを感じると、やったっていうね、思うと。で、首かしげられると、あ、ちょっと解釈違ったかな、みたいなことがあるんだよと聞いてますけども、だから、私は、だから、建築家がですね、この建物でどこで勝負しようとしているのかを、まあ、読み取るということをよ、一生懸命やるようには努力してますけどね。なるほど、ありがとうございます。平原さんはニヤッとさせたことはどなたかあるんですか？いや、逆に首かしげさせる方が多いですね。でもそれも木原さんの建築に対する解釈が建築家の思っていたものと別の角度で表現、昇華されたっていう折り紙建築なわけですよね。そういう見方もある、まあ、そうですよね。結局は折り紙建築作家のフィルターを通してますからね。あと折りたためるっていう制約がありますからね。屋根がこう少し曲面を描いてるような屋根であっても折りたたむためにやっぱり平らにしなきゃいけないみたいなところがどうしてもこうジレンマとしてありますけどね。制約の中でね、はい、すいません、制約の中で、はい、表現していくっていうのがまた技ですね。はい、はい、でも僕前にそのサインをもらうのはこうお墨付きをもらうためだっていう話を聞いたときに、いや、モノマネタレントがこうモノマネした人から公認されるっていう、そういう気分なんだろうなっていうふうに思ったんですけど、いや、面白いな。それでは
まあ、今ので、まあ、ざっくりとこう折り紙建築のいろいろなこう作品を皆さんにご紹介したんですけど、まあ、少しご確認したいこととしては、まあ、そもそもその折り紙建築っていうのはこうどういうものを折り紙建築っていうのかっていう、まあ、少しこう定義みたいなものがあれば木原さんの方から教えていただきたいなというふうに思います。はい、ですね、家元制度を作ってるわけでもないので、まあ、家元という表現がいいかどうか分かりませんけど、家元の茶谷さんは一番最初に出版された折り紙建築 の冒頭にですね、こういうことを書いておられます。ちょっと定義につながる話なので少し読んでみたいと思いますが、さあお立ち会い、ここに取り出しましたるはただの二つ折りはがき台の白い剣とし、そろりと開いてみればあら不思議、ニューッと動いて飛び出す折り紙とも切り紙ともつかぬ造形だ。建築メルヘンだ、公文壁画向け、要するに外国人向けに名付けたオリガミックアーキテクチャー。これぞ21世紀を目指すポップアップ絵本ならぬ図本。ぺったんこの二次元平面から生まれる三次元立体の妙。開くにつれて時々刻々と形の変化する様は、コンピューターにも描けない美しさって、クエスチョンって書いてるんですけど、この1983年頃はまだ CG がそんなに進歩してなかったんで、今先ほど見せていただいた五十嵐さんの動画みたいなことはまだできなかった時代なんですね。で、その、まあ、もう一つは、CG でそういうことが動画で表現できても、やっぱり実体のある3次元のものをこう開いたときに、それがこう飛び出してくるときは、やはり、感動はちょっと一次元違うような気がするんですよね。で、要は何を、定義としては何、家元はですね、まあ、折りたためるもの、建築が、畳んではがき台のカードの中に収まれば、それが折り紙建築だというのが家元の定義と私は解釈してます。で、その他、まあ、私はどちらかというと定義づけしたい方で、なんかその辺の話になってくると、いや、まあ、木原さん、あまり細かいこと考えないで楽しければいいんだよっていうようなことでいつも話が終わっちゃうんですけどね。で、まあ、そこからいろいろとこう変化していったって話はまたちょっとフェーズを変えてお話しした方がいいのかなと思いますけど、はい。ありがとうございます。まさに、今のところに関わる話をしていこうかなというふうに思うんですけど、まあ、創始者は、まあ、ある意味でこう畳んで飛び出してっていう、こう、マジカルなこう楽しさっていう、そういうところをやっぱりこう重視していて、まあ、それはずっと多分継承されていると思うんですけど、実はその木原さん以降こう編み出される技っていうのもいくつありまして、ちょっとそれのご紹介を使用していこうかなというふうに思います。実はその、これですね、まあ、木原さん、折り紙建築にもやっぱり茶谷さんが作られて、木原さんが弟子になって、五十嵐さんが弟子になってっていう、まあ、そういう中でこう発展していくこう歴史っていうのも、まあ、ありまして、その中で言うと、すごくこのシドニーオペラハウスっていうのは、すごく重要な作品なんだと思うんですけど、木原さん、ちょっとこの、作品で使われている技法についてご説明いただけますか。はい、ですね、切り起こしという手法を使っています。で、切り起こしというのは、台紙になる部分から立体になる部分を切って起こして、3次元の形を作る。これを、まあ、切り起こしって言うんですね。で、私がこの切り起こし折り紙建築を始める前に、切り起こしという手法はもう前からあるんですけれども、ただそれは折りたためなかったですね。で、まあ、折り紙建築的にはですね、
まあ、畳んではがき台のカードということですから、切り起こしでやると台紙に穴が開きますね。立体部分がこう、立ち上がった分、それが台紙のところでは穴になると。それを穴を、まあ、塞ぐために、まあ、裏打ちと称してますけれども、同じ大きさの、まあ、台紙をですね、裏からまあ貼るわけですね。で、まあ、その台紙を当てないと、まあ、ちょっとカードとしては使えないと。ただその特徴とメリットとしてはですね、立体部分を畳んだ時にその切り起こした、まあ、穴のところにまた戻っていくわけですから、厚みが増えないんですね。よく私たち経験することは、飛び出す絵本でこう180度に開く飛び出すの絵本って、畳んだ時にこうブカブカしますよね。周りがこう中央部分には立体部分が折りたためてるんですけど、周りは何もないですから、こうブカブカするような感じになるんですけど、切り起こしの手法を使いますとですね、切り起こしたところにまた立体が戻っていくわけですから、もうブカブカしないというところですね。まあ、だからある意味収納スペースが省略できるというようなことはありますね。あと、まあ、その分やっぱり作る手間は少ないということですね。まあ、要するに他のところからパーツ切り出してきてですね、で台紙に糸でかかったり、まあ、なんかこう固定しなきゃいけないということがですね、もともと台紙につながってますから、そこのところ折り目を入れるだけでもう固定されているわけですから、まあ、そういったメリットはあります。で、まあ、これをまあ切り起こし、180度開き型折り紙建築というようなことですね。で、これは娯楽屋さんの発明だねっていうふうに、まあ、茶谷さんからも言っていただいてますので、まあ一つの進化系かなというふうに思っています。ありがとうございます。今、映像ちょうど会場でも流している木原さんがペラハウスを作っている動画を同時に見せていましたけども、まあ、ああいう形で編み出した技ということですね。で、まあ、先ほどのちょっと定時にも関わるんですけど、実はこれが茶谷さんが作られたオペラハウスなんですよね、木原さん。で、これは今の切り起こしという手法ではなくて、外から紙を持ってきてるという理解でいいですか？そういうことですね。こう、よそで作ったやつをここに持ってきているということですね。はい。で、それに対して、木原さんはこの1枚の紙を起こしてこう作っているっていう。一枚の紙でできているということですね。はい、よく見ると台紙のところに切り起こした部分の穴の形跡が、痕跡が見えますよね。うん、まあ、これの話で、まあ、僕ら一緒にこの展覧会をやっているときに、だから木原さんが一枚の紙で作るんだっていうこだわりをすごくこう時折見せられる時があって、まあ、全部の作品が1枚の紙で必ずしもできているわけではないんですけど、やっぱりその1枚の紙で作り上げるっていうところへのこだわりっていうのは、それはその木原さん自身のすごい思い入れとしてあるということなんでしょうか？まあ、今まあそういうことにしてるんですけど、実は初めの頃の動機はですね、外圧があったんですよね。要するに外圧っていうのは、折り紙建築でございますというと、折り紙ですか、まあ、じゃあ1枚の紙で作るんですねとまず言われるんですね。で、いやいや実はそうではなくてなんて、折り紙建築とはと説明始めるとですね、なんかもう説明するのに疲れてしまって、それなら1枚の紙で作った方が話早いんじゃないかなということで、で1枚の紙で作り出したのが、まあ、この切り起こしでたくさん作品をたくさん作っていったということですね。それで茶谷さんがもう先行して作られた作品の中でもですね、切り起こしができるものはたくさんあるんですね。まずそれをたくさん作っていって、まあ、自分のオリジナルのものも、まあ、作っていったということで、まあ、
どれぐらいありますかね、切り起こしの建築作品は。まあ、50や60ぐらいはあると思うんですけれども、まあ、そういうふうにこう溜まってくるとですね、あの切り起こしはあの木原だねみたいなこうことになっていってですね、あの、まあ、一応師匠からも、まあ、認めていただいたというようなことでしょうか。うん、あの僕の勝手な理解ではそうやって折りたたんで出てくるこうマジカルさをこう坂井さんがこうあの広げて、で木原さんにそこに一つのこう一枚で作るというディスプリンをそこにこうあの放り込んで、なんていう武士道のようにこう折り紙がこうちょっとこう厳格さを折り紙建築が持つっていう、あのそういう歴史がかなっていうふうに私自身はあの理解しているところがあるんですけども。そうですよね。誰からも要求されてるわけじゃないのに、自分でこうルールを厳しくしてって自分で首絞めてるだけのような気もするんですけどね。でもそのルールがまあ楽しいところもあるわけですね。そういうことですね。制約の中で答えを見つけ出すというのは、ルールが厳しければ厳しいほど完成した時の喜びが大きいというね、まあ、そういうことはありますよね。なんかそういうふうに、あの、まあ、茶谷さんから木原さんっていうのをこう理解すると、こう次木原さんから五十嵐さんっていうのもすごくこう理解できるところがありまして、まあ、五十嵐さんが今度新しく生み出した技法をちょっとご紹介するんですけども、これがあの説明の折り紙建築なんですが、国立スポーツ複合施設っていうのは、これはあのカンボジアに建ってるあの建物で、まあ、これもまた今回の展覧会用にこう特別にあの作っていただいたものなんですが、あのこれを見るとあの普通のこう2つ折りの90度の一番最初に見せたようなタイプに、まあ、見えるんですが、あのこれの組み立てている仕組みを説明した 3D が五十嵐さん作のものがありますので流します。あ、これは一見2つ折りに見えて、ロボットの組み立てのようにこう上から落ちてくるっていうタイプですが、あの五十嵐さん、これについて少しご説明いただけますか。はい、これについては、まず、まあ、実際の建物を見ていただくと、一番折り紙建築で、不得意なものの一つにですね、オーバーハングしている外壁というのが一つ挙げられます。先ほどあの木原さんの方から曲面というのもありましたが、実はこのオーバーハングしている屋根のスラブといいますかね、それも非常に建て、あの建築としては、あ、折り紙建築としては非常に作りづらいものの一つです。それともう一つ、特徴的な、あ、独立した階段が、3つありますが、まあ、これは1つでも同じなんですが、これはあの代々木と同じ収まりの階段になっているんですが、これもまた、今まで、これはまあ私自身、私だけかもしれませんけど、こういうふうなあのどこにも頼らないで独立した階段というのは、今まで私がちょっとできていなかったものなんですが、それを使って、3つの独立した階段を表現しています。で、先ほどあの説明ありましたように、そもそも、出来上がりはいかにも90度作品、台紙が2つ折りして、できているような作品なんですが、実は、面積的には 1.5 倍といいますか、上から折り畳むようにかぶ、せるように、屋根を持ってきて、完成させているんですが、この屋根の下側のところがちょうどオーバーハングするような形で、もともとの建物の下の階段の脇にちょっとスリットが見えるんですが、そこに差し込まれて、でちょっと見ていただくとですね、ちょっとそのまま動いていただいて、こう降りてきてですね、ここでぐっとここでオーバーハングを表現しているというのが、ここの建物で
正直言ってこんな収まりで作ったのはこれが初めてなもので、この方法としては非常に私としては気に入った方法の一つになっています。はい、これはそのもう一枚上に紙を拡張して上から折ってくるっていう、はい、これは三面折りという呼び方でいいんですか？そうですね、そういうことになりますね。でそれはその五十嵐さんがまあ始められたという理解でしょうか？はい、そう私が始めた感じになりますでしょうかね。そこまでして折り紙建築楽しまなくてもあるんですけど、そうしないと出てパーツが出てこないって言いますか、持ってきようがない。でまたよそから持ってくるっていうのも潔くない。1枚の紙で作りたいとなると3枚目こそって折りたたむというところになってきますね。つまりその木原流の1枚の紙で作るというディスプリンは崩さず、はい、だけど紙を普段よりは少し大きくして、はい、折る回数を増やしてやっているということです。建物のパーツを稼いでるというところでしょうかね。はい、はい、まあ、こちらも、同じような形でさらに先ほどのものをこう拡張したものになるんですが、こちらも動画があります。これは今度横方向からも来るっていうことなんですね。これもだから原理的には1枚の紙で一続きの1枚の紙でできているという。そうですね、はい、はい、で先ほどとカンボジアのでしたっけ、カンボジアでしたっけ、はいはい、スタジアムと同じようなパーツと右側の、2階と3階の、平面といいますかスラブを右側の方から折り回転させて持ってきているということですね。これが完成作品ですね。はい、2階部分は実は右側に紙があって回ってきてるという、そうですね、そういう作品になります。ですからそこのとこにあったもそもそものスラブは1階、あ、ごめんなさい、2階のスラブはそもそもそこにあったやつで、3階4階が右からで屋上が上からですね。なかなか難しいんですありがとうございます。はい、この、 今のオペラハウスで今の五十嵐さんの作品っていうのをこう見ていくと、僕はすごくこう最初の木原さんが茶谷さんに弟子入りをして、そして木原さんが一枚の紙っていうのを、まあ、ちょっとこだわりを見せて、でそこに五十嵐さんがそのこだわりは変えずに、だけど木原さんにないある種のアクロバティックなことをやるっていう、すごくこう発展系みたいなものが見えて、非常にこう面白いなっていうふうに思ったので今回紹介させていただきました。木原さん、このような理解に対してはいやちょっと違うんだけどっていう思いもありますか？いや、その理解でいいんですが、弟子の苦しみっていうのはあるんですね。弟子の苦しみっていうのは師匠の踏襲だけしていてはですね、亜流に終わってしまうんですね。やはり弟子は弟子の独自のことを編み出さないといけないということなんで、五十嵐さんは、私はまあ一枚の紙って言ってるんですけど、一枚の紙っていうのは、まあ要するに、はがき2枚分ですね。まあ180度の場合ははがき4枚分なんですけど、その紙の面積は増やさないっていうのが、私の、まあ、中の自分勝手なルールなんですけど、ですから、それを1枚の紙って言ってるんですけど、私は、五十嵐さんの作品の時は、1枚続きの紙ですねって言うんです。だから、1枚の紙と1枚続きの紙は、私の中では別なんですね。
だから一枚続きの紙で作れる技法を編み出したのが五十嵐さんだという理解でおります。予測はチクリというわけですね。そうですね、続きですねっていう。五十嵐さんもこうどうなんですか、木原さんに見せるときはそういうことは意識するんでしょうか。そうですね、まあちょっと正直言って、茶谷木原と続いてきたその作品群見ますと、もう真似しようがないって言いますか、もうかなわないっていうのが正直ありまして、表現方法、表現の技量にしてもちょっととっても追いつかないであれば、同じことしてたんじゃつまらないので、その2人の師匠の間ニッチを探っていこうとしたら、結果的にこんなことになっちゃって、わざわざ面倒なことをしてるっていうような感じはあります。ただインターネットなんかでですね、できましたって、発表していいねをもらうっていうのがちょっと麻薬的なところがありまして、それは非常に、私も出してて非常に励みになるんですけども、あまり簡単なものを作ってますとですね、だいたい似たようなのはだいたい世の中にはあるんですね。でそこで真似だとか著作権の侵害だって言われるのが、逆にジョークじゃありませんが侵害なので、真似できるもんなら真似してみろっていうような気概でですね、ちょっと難しい構造のやり方をしているというのが本音かもしれません。SNS 世代の折り紙建築家の悩みってことですね。そうですね、私の方はさほどではありませんが、木原さんのシドニーのオペラハウスなんてのはもうひどいもんでして、だいぶやられちゃってますので、それが逆に勲章だっていうふうな言い方も木原さんされてますけども、真似されるぐらいがっていうようなことは言われてますけど、私も海外の方とそんな争うのは嫌ですので、真似できないようなのがいいのかなっていうふうに思ってます。今の話あれですね、折り紙オペラシティがどっかベトナムの人かどっかに真似られて YouTube にアップされてたっていう話ですよね。そうですね、量産されて販売されてるんですよ。でそれすごく安いんですね、ですからそれ私本名で注文したんですけどね、そしたら送ってきませんでしたね。著作権には国際条約があって、ベルヌイ条約って言いましたかね、ベトナムはそれに加入してませんので、ベトナム国内で販売する分には日本から訴えることできないんですね。それが日本に入ってきて販売した瞬間に日本では犯罪行為になるって多分知ってるんでしょうね。そんなこともあります。ありがとうございます。ここからは会場の方にも質問をオープンにしたいと思ってますので、チャットでも構いませんし、手を挙げるという機能もありますので、それで手を挙げていただいても構いませんし、もう、ミュートを自ら外していただいて発言していただいても構いません。はい、今ぜひともお願いします。はい、チャットの方で作品解説をしていたときに、五十嵐さんの国立代々木競技場、素晴らしい作品です。まさに神業です。設計が完了した後、組み立てにかかった時間はいかほどでしょうかという質問が来ています。折り紙建築を職業にしていないものですから、あくまで趣味なんですが、仕事から帰ってご飯食べて夜2時間か取れて3時間かなっていう中でですね、だいたい3日か4日かけて作りますね。さっきあまり大きい声じゃ言えませんが、会社でこっそり A2 版で、設計図を印刷して、で、剣都市に穴を開けて下準備をするんですが、最初に私のやり方だと裏側の処理をして、表側の処理をして、それから、折るというようなことで、ストップウォッチでやったわけではありませんが、3日から4日2時間ぐらいずつっていうような感じで作ってます。
で今回えいやってや日曜日に朝からやってみたんですが、お昼食べて3時ごろ飽きちゃいまして、失敗しましたということがありますので、一度にはちょっと触れないんでしょうかね。小分けに小分けに、リセットしながら作らないと、とってもこれは一度にはできないと思います。はい、そんな感じです。ありがとうございます。一番大きな作品というのと、扉のもうかなりの数っていうのもあって、集中力の問題ありますけれども、意外とその小分けに作っていくっていう手法が功を奏しているのかもしれないですね。そうですね。はい。はい、チャットの方でも質問受け付けておりますし、アプリの方はリアクションというボタンから手を挙げるということもできます。あ、今チャットの方で、これは次回のトークショーのにも登壇いただきます村松真さんからでしょうか。はい、お二人に対してでしょうかね。近現代建築を折ることの意義、意味をどのようにお考えですか。近代以前の建築、また建築以外の折り紙っていうのも作ってらっしゃいますが、それとの比較も含めてどうでしょうかということです。はい、今回展覧会に向けて、かなりの数の近現代に、年代としては1920年から80年ぐらいの建築に特化してたくさん作っていただきましたけれども、近現代建築を折ることの意義や意味、はい、何か見出せたものはおありでしたでしょうか。まず私からですけど、私は正直近現代とか、もっと古いものとか、場所ですね、日本のものとかアメリカのもの、ヨーロッパのものというようなことを意識して作ったことはありません。美しい建物から興味のある建物、あるいは有名な建物を作りたいと思ったものを作るということで、その建築の歴史的なことは意識したことはありません。で、今回の展覧会も、ありてに言えば今まで作ったものがほとんどですので、今回この近現代の展覧会用にですね、非常にたくさんの作品を作られた五十嵐さんにその辺のところはどのようにお考えか、ちょっとバトンタッチしたいと思います。そうですね、私の場、私も同じくそう、近代建築だからとか、それよりもっと前のものだとかそういうふうな意識で、あまりは作ってはいないですね。で、形が面白いなと思ったり、それからこれは自分の机に飾っておくとかっこいいなっていうのが あるかもしれません。また今回この展示会、また、昨年からやってますドコモモの作品作りでですね、だいぶ鍛えられまして、かなり私としては、作り方といいますか、手法の引き出しがだいぶ増えたんですが、まるで千本ノックを受けているように、建物ごとに新しい技を発見しないと表現できない。で、最初は代々木はできないって言ってたんですが、打ち合わせをしているうちにですね、作らないわけにいかないっていうような状況が起きまして、作り出したんですが、扉のやり方、あそこに、会場に展示させていただいておりますが、今まで階段というのは直線でしかできなかったと、私の技量では直線しかできなかったんですが、ある時曲線ができた、オツができた、トツができたっていうような、できるじゃんっていうようなところをやると、じゃあ代々木に応用できるじゃないっていうようなところからやったわけなんですが、ですから今回の作品の中でこの階段、あちらこちらに出てきておりますので、それも見ていただくと面白いのかなっていうようなところがあります。
歴史的なところとか建物の意味といいますか、その辺はちょっと私にしてみるとあまり意識して今までは作ってきていなかったというのが正直なところだと思います。はい、あもうまさに今の千本ノックを浴びせてたのが僕たちなので申し訳ないという気持ちもありますが、それこそ先ほどの、ね、東南アジアの建物とか、あるいはエジプトにある建物とかを今回あの五十嵐さんに作ってもらったんですけど、まあ、五十嵐さん自身全く、まあ、もちろんその建物に行って実際見たわけでもないと思うんですし、もともと知ってた建物でもないと思うんですね。その時にこう逆に最初に折り紙建築を作ってみて、逆にその建物にこう愛着を持つとか、あるいは行ってみたくなるとか、そういうことってありますか？それはありますね。やっぱり作ってみて、あやっぱりかっこいいなとか、まあまあ、当然デフォルメはしているんですけども、最初は当然ながら、立面等手に入ればまず、そのなるべくバランスは忠実にまずやってみて、それから作品の性格でちょっと高さを上げてみたり横を詰めてみたりっていうようなことをするわけなんですが、確かにかっこいいなと思一番かっこいいなと思ったのはやっぱり、東京文化会館でしょうかね。あれ自分で作って、惚れ惚れとやっぱり立面のバランスが非常に素晴らしくて、あこれはまあ先ほど言いましたように設計していますが、これはかなわないなっていうような、バランスを感じましたですね。あれ答えになってないかもしれませんが。いやいえいえ。はい、こんな感じですか。折り紙建築家の方が建物解説を書くっていうのもいいなというふうに思います。それは知識が及ばないんじゃないかなと。いや、統計的な折り紙建築目線で見た良さみたいなのがあるかもしれないですね。今ご質問でこれは五十嵐さん向けになると思うんですが、どういうソフトで設計されているんですかという質問が来てますが、はい、まずは手書きですね。手書きでこれが作りたいっていうのをまず、それが意外と重要でして、一級建築士の試験と一緒で、エスキスがしっかりしてないと時間内に図面が終わらないっていうのと一緒で、やっぱりエスキスがしっかりしてるとその先の作業は非常にスムーズにいくんですが、まあ、そこに、手法っていうのが入ってくるんですけど、ソフトとしては JWCAD 無償で使えるものを使っています。それと先ほど出てきた 3D についてもスケッチアップの、無償版モードで使ってまして、だいぶ古いやつですね。今のやつではない、もう10年近く前のスケッチアップをまだ使ってるという状態です。はい、ああいう CAD を使われるのは五十嵐さんだけということなんでしょうか？3D をやる最大の理由は紙の節約なんですね。3D、まあ、要はバーチャルで一回組み立てて折りたたんでみて組み立ててみて、設計ミスをまずバグを取ってからやらないと、それこそ作業はご飯食べてからの夕方夜ですので無駄なことになっちゃうのでできれば一発で できたいな作りたいなと思うのなると 3D でまずシミュレーション、手間かもしれませんけどシミュレーションしてからの方が結果的には効率がいいということですね。で 3D でバランス見て、まあ、ここちょっとディフォルメしようかっていうのも当然ありですので、そこはまあ効率よくできてるかなと思います。逆に3D を使わずにどうやって考えているのかっていうのも気になりましたね。木原さんは普段どうされてるんですか？私は、CAD は使いません。手書き、それから、まあ、例えばシドニーのオペラハウスみたいにこういう3次元のものを作るときには座標解析というか、まあ、要するに展開図で描かなきゃいけませんので、展開図の、数値計算は Excel でやってます。XYZ 座標の3次元空間の絶対的距離の計算式、まあ、要するにピタゴラスの定理の3次元拡張の式がありますね。それを Excel で解いて、いわゆるなんて言いましょうか、立体の三角形分割ですよね、通称ポリゴンというやつなんですけど、
それで結局展開図を描く。ですから計算は Excel でやってますけど、三角形のそれぞれの辺の長さは答え出るんですけど、そこからディバイダーとコンパスで手でシコシコやり出します。もうほとんどアナログです。はい、ありがとうございます。はい、あの局面がまさかエクセルと地道なコンパスとしての計算により生み出されていたとは思いませんでした。いや、ありがとうございます。今チャット欄に、もう、こちらは設計する際は元の建築の図面を取り寄せてから始められるのでしょうか。ゴールデンマイル、やナショナルスポーツコンプレックス、先ほど の、 ご紹介がありました、ナショナルスポーツコンプレックスのインドアスタジアム等は竣工図面がないと難しいのではないかと思いました。最初に作る建物の図面を取り寄せてから始められてるんでしょうか。本当はそれが一番便利、正確な大きさバランスを取れるんですが、コンプレックスの時は多分図面はなかったと思うんですが、どうしたかというと、Google マップの 3D で、画像をスキャナーして、それを JWCAD の画面に貼って、手書きでパースを書くようにパースを書いて、でパースっていうのは平面立面から書きますよね。その逆をするんですね。まずパースがある、立体図があるわけですので、そこに CAD で補助線をどんどん書いていって、逆に立面図、それから立面の、まあ、全部書くわけじゃないんですね。バランスが分かれば、プロポーションが分かればいいだけなんで、そんなことして、デジタルなのかアナログなのかわけのわからないようなことをしてやってます。なるほど、ありがとうございます。はい、はい、パースを起こしてからすごいですねというリアクションがありました。はい、チャットの方ですがはい、また村松慎さんから、村松さん、長年折り紙建築や折り紙建築家とお付き合いしていますが、作りたいと全く思いません。どうしたいでしょうか。私は病気でしょうか。作りたさ、そうですね、皆さんのモチベーション、作りたいっていう気持ちがそもそもどこから湧いてくるのかって気になりますね。はい、いかがでしょうか、木原さん、木原さん。はい、非常にいい質問をいただきました。ですね、いや、村松さんがということになって一般論でお話をしたいと思います。この類のものを作るにはですね、空間認識能力が必要なんですね。まあ空間認識というと非常に言葉が大きすぎて、地図を読む力等も含まれるんで、もう少し幅、範囲を狭めて言えば、図形認識能力、三次元のものを頭の中でイメージできる能力が、まあ、必要とされるんですね。で、私は実は子どもの能力開発にこの折り紙建築を使ってるんですが、それはその、子どもの能力というか人間の能力、まあ知能の基本因子というのが7つあると言われていて、視覚の速度、要するに対象物を正確に視覚するとか、数の計算とか、記憶能力とか、言語能力とか、まあ、言葉の流暢さとか、推理能力とか、いろいろある中で、7つ目に空間能力というのがあるんですね。で、この能力がないと、多分こういうものを作りたいと思わないと思うんですね。で、子どもの能力開発に、この建築屋っていうのは、まあ、設計してる人たちっていうのは、この空間能力を駆使してデザインしているわけですから、まあ、建築を携わっている人たちが子どもの教育に関われるとすれば、この空間能力をどうやって身につけさせるのかという、私はそれに折り紙建築が応用できるとひらめいたんですね。
で、まあ、それをずっとやってきたんですけど、まあ、それで効果があったかどうかっていうのは、どうやって検証していいかどうか分かりませんけれども、まあ、少なくとも空間能力の教材っていうのは今まであまりないので、まあ、それをこうやると、とにかくだんだん、ああ、立体作りたいなと思ってくると。まあ、ひいては、建築家になりたいなと思う人が増えてくるんじゃないのかなと思って、まあ、自分が作るのみでなだけでなくて、子どもたちにも、まあ、やってもらっていますけどね、まあ、役に立ってるかどうか検証のしようがないんで分かりません。そんなことを今思いました。これ一般論です。一般論です。はい、村松さんに7つの因子の1つがなかったということです。いや、そうは言ってません。一般論です。五十嵐さんもワークショップやられてますよね。はい、そうですね。ああいうワークショップやるのの醍醐味っていうのはどういうところにあるんですか？そうですね。私はまあ、あまり教育、人に教えるっていうのはあまり、まあ、重きは置いていないんですけども、やはりこういうふうなことやってますと、ワークショップやってもらえないかっていうような中で、まあ、私も人に教えるのはそんなに嫌いな方じゃないし、また子供とおしゃべりするのがとっても楽しいと思う人間なもんですから、まあ、子供と一緒に、工作ができれば楽しいなっていうような感じでやってますけども、逆に教えられるって言いますか、すごいなと思うのはやっぱり子供の集中力、最初は分からないまま、まあ、一からこういうふうにやるんだよっていうような指導しながら作ってるんですけども、最後の時間ギリギリのところの集中力っていうのはすごくあるな、びっくりするほどありまして、これ多分作れない宿題っていうか お持ち帰りかなというようなのも最後サラサラって作っちゃうのは、小学生でも 中学年高学年ぐらいですとやっちゃいますんで、まあ、すごいなといつも感心しながら、まあ、一緒に私の場合は先頭を切って一緒に遊んでるっていうスタンスですね。ありがとうございます、はい、ちょっと時間がもう押してきているんですけど、一つ質問とチャットに来ていたのを最後質問したいと思います。最も作品が多い建築家はどなたですかという質問が来ていたんですけども、木原さん、五十嵐さん、それぞれで今まで作った建築家の作品の中でありますか？私は特にないですね。どの建築が特にというのはないですね。そんなに偏ってはいないと思いますけど。井原さんもいかがですか？結果的に今回、東海大学と、から熊本でしたっけ、定心病院。とあと建築物っていうか聖橋もちょっと私作品の中にあるもんですから、結果的に3つ作っちゃったのは最多かもしれませんが、別に意識して山田守ですね、意識して山田守が作りたいっていうわけじゃなくて、まあたまたま偶然かもしれませんので、あえて建築家を意識してっていうのは あまりないでしょうかね。普段作られるときは建物は作りたいっていうのがあるんですか、それとももう建物もそれ以外も、フラットなんですか？私の場合は、まあ、例えば雑誌なんかで見たときに、あ、これできそうだっていうのはちょっと、初見のインスピレーションといいますか、そういうのがありますので、それで、行っちゃうのが多いかなっていう、もうこれどう逆立ちしても紙では作れないようなっていうのが最近とっても多いんですけども、そういうのはもう残念ながら雑誌を読んで記事を読んで終わりなんですけども、これは作れそうだってなった時はやっぱりちょっと、記憶にとどめといていつか作ってやろうというようなことになってますでしょうかね、うん、いや今思ったのは、例えば今回でも文字を折り紙建築で作っていただいたりとか、茶谷さんの一番最初の作品も顔ですよね。なので建物じゃない折り紙建築ってたくさんあると思うんですけども、そういう意味で言うと、やっぱり建物をより多く作ろうとされるのか、それとも、まあ、自然物でも何でもあると思うんですけど、
何でも折り紙で作ってあげやろうみたいな、そういう意気込みがあるのか、その辺はどちらなんですか？私の場合は、建築、それからもう一つ幾何学図形が好きなんですね。ですから幾何学図形、立方体とか円錐とか、そういったものが好きなんですね。あと建築なんです。それで、せっかくこういう日本初の面白い、ペーパーアートって言いましょうかね、技があるもんですから、絶やしたくないということでその教室を開いてるんですけど、普及させるためにはやはり興味を持ってもらうという要素も必要になるもんですから、参加してくださってる人が別に建築のことに興味あるわけでもない人もおりますので、そうしましたらやっぱりこうテーマとしては一般受けするようなものもこう作りながら裾野を広げる手法、手段としてですね、文字作ってみたり、 おめでとうとかありがとうとかっていう文字を作ってみたり、季節ものですね、お花のもの、テーマのものとか、おひな様とか、あと年賀状に出すんなら干支を作るとかね、そんなこともやってます。これは茶谷さんよく言うんですけど、折り紙建築は森羅万象を表すものだというふうに言ってますので、建築だけに限っているわけではありません。分かりました、ありがとうございます。今日参加された方もぜひ建築以外も何でもありますので、一度折り紙建築を体験していただけたらと思います。時間になりましたので、徳平さんに最後お渡しします。はい。最後にちょっとだけ、今回木原さんにも、制作いただいてます。折り紙建築の折り紙建築ということで、建築以外にも広がる折り紙建築ということでした。はい。はい、ではお時間少し過ぎてしまいましたが、今回のトークショーは、こちらで終了とさせていただきますが、展覧会の方は、6月の3日まで、開催しております。現在まだ東京も緊急事態宣言下ということで日時指定の予約制で、やっておりますが、ホームページの方からご予約いただけます。また空間能力という話がありましたけれども、展覧会の中でも、切り込みの入った簡単そうに見えてちょっと難しい体験カードというのがありますので、ぜひ足を運んでいただける方にはそこで折り紙建築の技も少しだけ、触れることができるかと思います。また一つだけ告知をさせてください。5月の28日には、もう一度トークショーがございます。複数のモダンムーブメント、折り紙建築とグローバル近現代建築を結ぶということで、今度は、建築にも、フォーカスを当てたトークショーになります。それでは、長い間、ご清聴いただきありがとうございました。ではこちらでトークショーを終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。五十嵐さん、木原さん、そして林さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。